宿泊した横屋温泉旅館をチェックアウトしました。それでは今からウォーキングに行きたいと思います。コスパ最高でしたね。でもどっちかというと食べへんのがよかった金払えっちゅうやつですな。ここは横屋峡遊歩道が続いておりまして、展望台観音様があるそうです。そちらに向かって歩いていきます。はい、これは大丈夫。これですね、今この辺、あ、違う、この辺にいるんですよね。今ここだから、はい、この下が通行止めになってたということですね。で、新館と、あ、なるほど、そこがお風呂だったのね。まだ桜咲いてるじゃない。横屋峡遊歩道利用上の注意。登山道と同様に転石や道幅の狭いところなど険しいところがあります。はい、これ旅館でもらいました。ここ、ね、はい、こう行って45分くらい、こう行ってこう帰る、はい、だからちょっとこの往復があるからね。あ、うん、はい、いや、これプラス結構だよ、35分。はい、まあ往復で2時間半ぐらいでしょうかね。霧降りの滝まで歩いてきました。これが霧降りの滝です。で、ここをこの橋から取るとよかったんですが、通行できませんになってました。マイナスイオン指数2万だそうです。あ、氷瀑が見られる。はい、この霧降りの滝も氷瀑になるそうですね。ではさらに、あ、これ温泉。はい、温泉まさにこんな感じでしたね。そうそう、冷泉で19度でめちゃ冷たかったです。和紙岩まで歩いてきました。この正面の岩でしょうね、これ。はい、なかなかの大岩壁になってます。そしてこの川がここなめ滝になってますね。はい、ずっとこの下流に向かってなめていっています。はい、ずっと上流側もなめ滝になってます。いやー、苔むしていてトトロの世界ですね。分岐点までやってきました。我々は本当はこっちへ行くんですが、200メートルなんで、まず氷瀑見てからにします。当然この季節なんで氷瀑にはなってないでしょうが、どんな滝かちょっと見てきます。これが氷瀑になる滝のようです。舐めてますね。水量かなりありますよ。これが凍るって相当寒いよね。はい、こんな感じでした。では戻ります。これが屏風岩だそうです。はい、どれが屏風岩だ。あ、ちょっと分かんないですね。ただこうなめ滝で
はい、迫力ありますね。ちょっと向こう行ってみるわ。はい、これのことかもしれないですが、これですかね、わかんないです。一枚岩まで歩いてきました。一般向けではありません。だから厳しいということでしょう。大滝へ行くなら登山のつもりで行ってくれということだと思いますよ。はい、一枚岩到着です。あれのことですかね。はい、どうやらあれのことのようです。あ、もしかしたらこれのことですかね。なめの岩のことですかね。なんかそんな気がしてきました。はい、これは巨大な一枚岩ですよね。なかなか斜度が急なのでおじい殺し。分岐点までやってきました。ここですね。でまず観音さん見て戻って大滝行くということです。では登っていきましょう。倒木がありました。はい、振り返ると冠雪した山が見えてます。分岐点まで歩いてきました。はあ、現在地がここですね。でさらに行くと明治温泉とかおしどり隠しの滝があると。こう行ってこう行こうか。はあ、行けるね。ね、はい、こう行ってこう行ったら、はい、大滝が見えるということでしょうね。はい、展望台。はい、では上がっていきます。どうやらこれが横谷観音のようです。横谷観音に到着です。はい、展望台になってますね。あそこ斜道があるわ。はい、ここまで来ました。やったー。あ、この上に大滝神社があるわそこまで行かなはい、ここに山頂標識がありまして、あの正面に見えてるのが千畳ヶ岳だそうです。でずっと来て、あの白い山が御岳です。はい、で、あの雲の中に見えているのが乗鞍で、右端あの山際にちょろっとこう関節しているのが、はい、あれが穂高岳です。宇賀神、はい、宇賀の御霊の神、はい、はい、お稲荷さんですね。横谷観音皇太子御一行、横谷聖観禅菩薩由来昭和12年、はあ、新しいんですね。はい、この方だそうです。元陸軍中将。はい、でこっちにあの神社があるんですが、やめようとか言ってるし。え、何メートル？徒歩7分。この上大滝神社ですが、急搬のため足元にご注意ということで、おばあがやめようというのでやめることにしました。やっぱりやめたいなと思ったでしょ
おあんな黒曜石があるんですね。はい、まあまた機会があったら来るということで。はい、はい、ヘタロエのおじいとおばあでした。はい、ここ大滝展望台で、あの下に見えてるのが大滝のようです。上から見るとこんな感じということでしょう。ちょっと木が邪魔ですね。では参拝も済ませましたので同じ道を戻ります。で、途中大滝へ寄っていこうと思います。分岐点まで降りてきました。現在地がここですので、この先行って大滝展望台をくるっと回って戻ります。ずっと山道を降りてきて、はい、あそこに滝が見えてますね。あれがおそらく大滝ですね。いや、しかしかなりの高低差ありました。大滝の全貌が見えました。そしてあそこに展望台、東屋があります。おお、いい眺めじゃないですか。大滝を眺めるおばあ。はい、登山道と合流しました。ここを上がっていったんですよね。ここも安心だね。あ、本当安心。ここからは安心。はい、あの思ってたよりも大滝綺麗でしたね。満足感がありました。あそこが霧降りの大滝なんですが、ここに大岩があって、その上に祠があります。パワースポットだそうです。そしてそこにどうやらあれはサウナでしょうね。なぜこんなところにサウナかという気がしますが、まあパワースポットなんでパワーもらってきましょうよ。はい、おばあさん行ってください。はい、パワーパワー、そっちか。横谷温泉旅館まで戻ってきました。ではこれを行き過ぎて乙女の滝の方まで足を伸ばしてみます。今が1台だけ残っていて、さっき電話が鳴ったんだよ、これの。はい、道をずっと歩いてきまして、ここが乙女滝の入り口です。降りていくようです。乙女滝まで歩いてきました。いや、なかなか迫力ありますよこれ。乙女滝、乙女というにはあまりにも荒々しい滝ですね。はい、乙女滝も大河原石の一部。人工的なものなんですね。滝で水を落として堰に水を引き込んでいるそうです。乙女滝から横谷温泉まで遊歩道で向かっております。横谷温泉まで戻ってきました。ここまでで2時間3分 6.2 キロ、累積標高差329メートルでした。意外と登りました。いや、あの観音まで結構大変ですけど、あの大滝にピストンすればあの登りがなくなるんで割と楽に行けるんじゃないでしょうかね。
とても遊歩道も整備されてたので危険なところもなく行けると思います。ぜひ皆さん歩いてみてください。では移動します。あ、疲れた。